とドズルです。はい、ということで今日もクラッシュライルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで本日もこの方とお送りしていきたいと思います。ダイエットでただいま餓死しそうです、メドラです。というところでね、はい、まあ、ダイエット中の我々ですが、はい、いやちょっとね、うん、あのドズエメの動画のコメント欄見てたんですよ。はい、たらやっぱこうエメドラさんが下手くそだと、まあ平常運転で、でも僕思うのが、はい、クララワって、うん、すげえ難しいゲームだと思うんですよ。いや、めっちゃ難しいです。めっちゃ難しいですよね、うん、ねえ、こうクララワって本当にこう1週間とか2週間じゃ上手くならないゲームだと僕も思うんで、そ、はい、うですね、こうエメさんがエメドラ下手じゃねっていうコメントがなくなるのは、はい、すぐには無理だと思うんですね。はいはいはい、おっしゃる通り。ただ、はい、エメさんでも今使っても勝てるデッキ、これを僕が見つけてきてエメさんが勝てばいいんじゃないか説っていうのがね、ほう、自分で思いついたわけですよ。神木か。すげえ他力本願だけどいいなそれ。といったところで、はい、今日は私、はい、デッキを用意してきました。はい、こちらのデッキです、はい、ジャイデッキにコウモリの群れ、ゴブリンギャング、ヤリゴブ、はいはい、細かい系を入れることによってかなり高回転に相手のデッキに対応できる、非常に使いやすいデッキ。なるほど、このデッキならね、はい、エメさんでもグラチャレ2連勝できると思います、はい、マジっすか。マジです。ありがとうございます。2連勝できなかったらもう、はい、ちょっと知らないっす。知らないわ。あ、そうそう、まあ敵によりますけどね、はい、頑張ります。あ、ちょっとやりましょう。はい、やりましょう。じゃあグラチャレを回していきたいと思います、はい、今日はもう僕はあれですか、視聴者さんと同じ目線で。本当ですか、はい、もうこれこのデッキちなみに何注意すればいいですか、はい、あ、注意点、あ、はい、日本プーさんだ。ほう、蜂蜜大好きプーさん来ましたね。そうですね、気をつけたいのは、はい、細かい系のユニットを、はい、まとめて呪文で処理されないこと。なるほど、だからこうコウモリとヤリゴブを一緒に出してしまうとザップで美味しく処理されちゃうんで、はい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 、それは避けましょう。 OK です。さあ、ここは相手のアイスゴーレムにプリンスを出していく。さあ、逆サイドはここはどうする。さあ、ここはザップでやられてしまいまして、ここはちょっともうちょい早めに出したかったですね。了解です。はいはい、まあでもゆっくりでいきましょう、はい、さあ相手もダークプリンス、まあ、最近流行りのこう陸攻めが多いデッキですね相手は。さあ、ここはダークプリ同士がぶつかって悪くない。ジャイ出せ。お、なるほど、カウンターいいですね。このカウンターはかなりいい。オッケー。さあ、これ相手どう、プリンスかもしくはポイズン構えとか。はい、なるほど、これジャイがかなり入るんで、ザップだ。さあ、ザップじゃ飛ばないんだこれは。そうだな。まあまあでもいいでしょう、入りましたね、左もいい形なんで。今右がザップはちょっともったいなかったですね。あ、そうですね。まあでもよしよし、悪くない。オッケーです。さあ、今のところ若干不利ですが、はい、まあでもちょっと押してるかな。やりごぶ右の端前から出すのはありですよ。 OK です。ダメージを与えていくスタイルですね。そうですね、ちょこちょこ。さあ、エリクサーは全く無駄にしない。ここはもうポイズン打ちたい。 OK です。さあ、完璧。いや、いい、悪くないんじゃないですか。形いい。なんか工場バーバリアンだけしっかり処理したいですね。あ、そうですね、うん、そこにプリンス当てたいですね。そうですね、プリンスとか、はい、ダックプリとか。じゃあ、ジャイ後ろから出して、ここで多分相手仕掛けてきますよ。さあ、30しか、おお、ポイズンないけど、まあここはもう回すしかないでしょう。ダックプリで狙っていって、はい、多分アイゴレで受けてくるんで、はいはいはい、ガンガン回してくるし、いくしかないですね。なるほど、ダックプリで狙って、狙って、あ、ギャングダメだ。こう、あ、これは危ない危ない。どうどう、いや、やばい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 、頑張って。あ、でもこれがプリンスを、あ、いいですいいです、全然いい。でここでちゃんと処理して、悪くない悪くない、いけるいける。あ、よかったっす、よかったっす。さあ、そして、エリクさん触れないように、よしよし、こうしてやりごぶで、悪くないですよ悪くないですよ。ちょんちょんして、ちょんちょんして、さらに後ろから、さあ後ろからジャイアント、うん、さあここ、ここ押さえれれば、押さえたい。ちょっと待って、さあザップくるぞザップくるぞ、これはザップ、これはバーバリアンを止めて、バーバリアン。大丈夫大丈夫、まだ大丈夫で、相手三重心で受けてくるんで、はいはいはい、三重心に絶対ポイズン最速、後ろにもユニット重ねましょう。 OK です。さあ、残り19秒。お、出てこない。さあ、急いで急いで、ユニット、ユニット重ねて。さあ、ここいけるか。絶対。さあ、三重死にポイズンかけて、ジャイパンチ入る。これいけるいける。オッケーオッケーオッケー、行ってくれ。あ、行きましたね、とりあえず。さあ、そして左狙っていきましょう。これ右無視で。右無視。はい。右無視。さあ、ここでのエリックサンフレがちょっともったいないんで、はい、しっかり気をつけながら、さあ、ここ後ろからダックプリで形作っていいですよ。オッケーです。ここで決めたいですね。なるほど、エリクサー溢れないように注意。はい、エリクサー溢れないように。あ、これギャングジャイの後ろですね。了解です。ジャイの前に出しても意味ないです。
さあここでプリプリの形を作り、プリプリの形の作り30式きますよ。30式きた途端にもうやりますよ。さあこれ来ない来ない、ユニットどんどん重ねて、よしよしよし、悪くない。さあ来たんじゃない、これ来たんじゃないですか。さあジャイ出してもいいですよ。さあさあダックプリが2体溜まっている。さあここは止めたい止めたい、どうどう、止まった止まった。さあ止まって、いやいい、悪くない悪くない悪くないですか。悪くないです。あーいいっすね。やりゴブはお願い、溢れないように、ワンパン、ツーパン、おー、ポイズけない、ポイズけない、勝った、やべ、真ん中、真ん中、真ん中の三重子だけ、真ん中の三重子だけ、よっ、いやー、グッドゲーム、やったー、グッドゲームじゃないですか。あの今、はい、もう一個さらに良くする、はい、ポイントは、はい、ジャイの形を作るときに、うん、エリクサを余しすぎなんですよ。はい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 、だから勝負どころで力を余してるんで、うん、はい、ジャイが通りにくかったりするんですね。はははだから、例えば今三重子を警戒していてポイズンを最速で打とうって意識してるときに、はい、エリクサがもう9コストぐらい溜まってるんで、はい、あれはもう4コストキープしとけば、はい、あとどんどん出していいんですよ後ろに。ああなるほど、そうなんですよ、はいはい、しっかりメリハリをつけた攻防ができるとさらに強くなるんじゃないか。やばい、うまくなる。いやでも勝てましたね。勝てましたね。もう一回いきましょう。すごいなこのデッキ。連勝しましょう、連勝。絶対勝ちます。いきます。ホストかな。まあでもでもいい感じじゃなかったですか。ありがとうございます。三重子に対して。さあ2戦目。いやどうなんですか。いつもグラチャレは何勝ぐらいするんですか。はい、まあ2、3勝ですかね。あ2、3勝。はい。じゃあこれ勝てればもう平均以上ですね。そうですね。さあここで、まずはやりゴブ出して。はいはい、やりゴム出した後相手も何か出してくると思うんで、はい、今ちょっと待ってもよかったですね。なるほど、すぐ仕掛けないで。これはなんかホグとか飛んできそうな気が。あどうですかね、高回転で、まあ、クロスとかの可能性もありますが。あこれこうじゃなかったかな、ザップで飛ばしたいですね。あ飛ばさないでもいいですよ。 OK です。じゃあこうして、さあここはローリングとされてダックプリプリンスがなんか、はい、ああダメか。いやでもこれワンチャンある。おおおおっとこれ行く、右が行けるんじゃないですか。当たってくれ、オッケー。あのジャイの後ろにユニット重ねるのが若干遅かったりするんで、ほうほうほう、ジャイの形作りはもうちょい早めに行きましょう。なるほどです。まあでも今のところ五分五分って感じでしょうか。はい、さあ一旦相手の街ですが、相手ディガーデッキなのかな、ちょっとまだ読めないですね。そうですね。さあジャイ後ろから出して形を作り、これはザップでしょう。そうですね、ザップ。オッケーオッケー、悪くない。さあ、いい感じです。いい感じです。これはダックプリまず重ねるべきですかね。あ、それでもいいですね。オッケーです。ダックプリ重ねて、さあ、ここはダックプリが固められて、さあどうだ。ただ、ジャイが入っていくトルネを使った、これが結構力を増してるんで、はい、今のところで例えばやりごぼうを足してあげるとかしてあげるといい形ができますね。なるほど。さあここはジャイアントの形作って、ザップ持ってない気がする。さあここはでもここのコウモリがあのあいつにやられちゃいますね、アイスゴーレムにね。あーなるほど、ただいい感じに入ってくれてますね。悪くないですね、はい、どっかでもうジャイプリプリの形を作ってしまいたいですが、はい、さあここ右足しっかり守りたい。いやなんか来ますよね。さあディガープラスの、おこれはやりゴムでしっかり守り、オッケー。これもう右から攻めていいですかね。いやどっちでもいいですよ、どっちでもいいですよ。さあここは右にもプレッシャーをかけつつ、さあオッケー。あーこれはこうだ。なるほど、これ多分ローリングッドされちゃうんで、はいはいはい、されちゃいましたね、されちゃいましたね、はい、ローリングッドは意識しながら戦っていきたい。さあここは一旦置いといて、さあ右だけ守りたいですね、ちゃんと。よっ、おっと、よっ、怖い怖い怖いけど怖いけど一周して、わわポイズン来た。さあポイズンで、いやー厳しい、ポイズンにそれはあかん。グッドゲーム。いやでもダメージ稼いでたんですけどね、はい、いややっぱさっき言ったように、うんはい、ジャイの形を作れてないですね。なるほど。その例えばあでもそれが難しいのか、分かった、
あのジャイの形の作り方を次勉強しましょう。お願いします。ぜひ今例えばエメさんなりに多分ジャイの形を作った時に、はい、ジャイプラスのプリンスプラスのギャングだったんですね、はい、これエリクサー的には、13コスト使ってるんで、はい、めっちゃコスト使ってるんですけど、はい、ローリングウッドを相手が持ってたんで、うん、2コストでかなり止められてしまうんですよ、はい、13コストがまずそもそもギャングがやられて、はい、でジャイ と,、プリンスもノックバック食らっちゃうんで、はい、まあ、かなりこういい処理がされちゃうんですよ。なるほど。だから相手の嫌がる形作りがまだできてない。なるほどです、うん、はい、なのでそこの形の作り方をちょっと勉強すると、はい、さらに勝率が上がるかもしれないです、ね、いやでも、はい、あれですね、かなりいい、なんか自分としては強いデッキだなってめっちゃ感じました。デッキは強いですけど、はい、もうちょっとこう形の作り方ですねはい、頑張ります。そこの練習をしていきましょう。はい、またちょっと練習する動画も今後上げていきたいと思いますので、お願いいたします。まあ、気長に付き合ってくれる視聴者さんを募集しております、はい、ありがとうございます。ということで本日の動画はこんな感じで、はい、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。